こう目の前で例えば動いたりとかすると、それがこうシャッターしたりとかして、それでこう思わずパッて見てしまったりとかするから、そういうのに慣れるのが本当に、それはめっちゃ大変でしたね。あの一緒にやってた杉咲花ちゃんと細田かなたくんはもう、なんだろう、逆に聞いてました。上手すぎて、どこ見てるとか、目線どこに置いてるとか、ここは固定してるよとか、そういうの聞いて参考にしてもさせてもらったりとかしてたぐらい難しかったですね。あとは3人それぞれ視野が違うから参考になる部分もあるし、そらちゃんだからこっちの見え方があるとか、そういうのもあったので、すごく貴重な体験をさせてもらったなっていうふうに本当に思います。でもなんかやってて、こう花ちゃんとかなたくんの3人でいる時のお芝居がすごく好きって言ってくれる方がめちゃめちゃ多くて、それが本当に嬉しかったですね。もうなんだろう、まあその2人と一番共演するシーンは多かったっていうのもあるし、もうこんなに同世代でそれこそ尊敬してる2人とご一緒できたってのもあるし、こう何より、こう何の気、何なんていうの、いい意味で気を使いすぎることなく、こう演技の相談ができたりとか、2人のお芝居が私も大好きで、こう仕事面でも人間性の面でも尊敬できる仲間が増えたっていうのが本当に嬉しかったから、もう贅沢だなって思って、これは楽しむしかないと思ってやってたから、そのなんだろうな、3人の空気感だったりとか、こうテンポ感っていうのがプライベートでも仕事面でもいい味を出してたっていうのがすごい嬉しかった。すごい、みんなみんな予測大会ですね。そらちゃんは豚骨派だったけど、ももこちゃんは何派ですか、ラーメン。いや私もね、豚骨なんですよ。豚骨か醤油も好きだし、塩も好きですね。逆に味噌ラーメン1回しか食べたことなくて、美味しい味噌ラーメン食べてみたいです。でも いつも行くなら豚骨かな。最近行ってないけど、杉崎さんとは仲良くなった大好きな仲間の一人です。仲間、年上なんだけど、もうめちゃめちゃ大好きな一人です。あれ、私また遅くなってる。そんなことないか。あ、じゃあ行きますか。やばい。いやー、これ嬉しいと思うな、多分みんな。なんかマッキーとかありますか。じゃあちょっとあのペンが来たら、いやー、めっちゃドキドキする、どうしよう。みんなちゃんと水分も取ってくださいね、お茶、お水とか。
あ、そう、そういえば全然これは関係ないんですけど、あの、そらちゃんの髪色を実は継続しているんですあ、これは全然お知らせじゃないですこれは重大発表ではないけどそう、次のあの、新しく動いてるのでこの髪色でやるので、それもね、また面白いんですよ。あの、今までやったことない役なので、もう今からただただ緊張してるんですけど、また面白い作品になるんじゃないかなと思ってます。あ、ありがとうございます。ちょっと待ってください。あ、じゃあクラ、ありがとうございます。ちょっと待ってね段取り悪かった。みんなちょっと、はい、では、あー、やばい、あ、そっか、インカメラだと逆になるのか。あ、ちょっとフィーリングでフィーリングでみんな読んでくれ。では、お知らせし、あ、違う違う、言っていた重大発表をに行きたいと思います。はあ、では参ります。私、田辺桃子、オフィシャルファンクラブを作ることになりました。はーいあれ、みんな聞こえてるそうなんですやばい、ちょっと恥ずかしい、照れるんですけども、私の、まあ、ファンクラブって言っても、アプリ、なんかそういう堅苦しいファンクラブサイトみたいな感じではなくて、簡単にアプリから入れるファンクラブになっているんですけど、この度やることになりました。まあ、あの、詳しいことはおいおいとか後日とか、まあ、これからちょっと話していくんですけど、まずそのファンクラブの名前を発表したいと思います。やべ、ちょっと見た。ファンクラブの名前は、じゃん、ごめんなさい、反転しちゃったけど、アイドキです。じゃん、ごめんね、反転して、本当にごめんなさい。出会いの愛、難しい字の愛に、これはちょっとあの古文的な要素を入れたんですけど、ひって書いていって読みます。で、愛どきです。ちょっとこれは私の造語なんですけど、あ、そうそうそう、そう、その愛どきです。なんか私の職業って、まあ自分たちがこう物語とか作った時に、それってものづくりではあるんですけど、それをそれが届いたお客さんだったりとか、それを見てくれた方のこう感想とか、その直接会ってその声を聞くっていう場がなかなかなくて、でコロナになって、ただでさえ人と会えない状況っていう中で、こうなんか
なんか日常でちょっと心ときめくというか、ちょっと楽しくなる場所があったらいいなと思ってって思ってた時に、ちょうどこういう機会をいただけて、そしたら、まあ、入り口が私であれ、こう私との距離だったりとか、あとはこう私を通してファン同士のファン同士でこうここだからこそ出会えたとか、そういういろんな意味での出会いの場になったらいいなと思って、この「愛時」っていう言葉を作りました。その何かに出会う瞬間、楽しさだったりワクワクだったり、こう癒しだったり、人との出会い、アイディアの出会い、何でもいいんだけど、そういう何かの出会いになったらいいなと思ってこの名前をつけてみました。あー、やっと言えた。あ、そうそう、あの日本にいるファンに限りっていうのは、あのそのアプリは日本語、英語、確か中国語とか、あの限られちゃうんですけど、こう何カ国か、あの外国語にも対応してるので、あの海外の方でも入っていただけます。あと普通にアプリは、あのアップルストアとか、そういう、なんだろう、他のアプリと同じように、あの検索してもらってアプリダウンロードしてもらってっていう形になるので、それは大丈夫です。で、一応あの開設日なんですけど、あのこれはまあ、私の中では結構大きなニュースかなって思っていて、まあそんな気持ちも込めて、クリスマスプレゼントっていう定の12月25日に開設しようかなと思っています。時間なんですけど、今これって決定ですかね。あの時間とか分かったら、あのこのライブ配信が終わった後に、投稿する記事か、明日投稿できるかな、それでお知らせするので、でもみんなが起きてる時間にしたいので日中にはしてもらう予定です。びっくりした。あ、そう、あと、なんだっけ、その愛時でできる内容、コンテンツの内容なんですけど、あのそれも、あの後で投稿する、あの投稿画面で、あのお知らせしたいと思ってるんですけど、でもあの結構何個かやりたいことはすでにあって、もう動いてるやつもあれば、あのこれから皆さんと一緒にこう作っていきたいなっていうものとかあるし、こう、ね、普段自分じゃできなかったことができるようになるっていうのは、なんか逆に漠然としすぎて何しようっていう感じでもあるんですけど、なんかみんなでなんか、ね、楽しい空間にできたらいいなと思ってるので、楽しみにしててください。緊張した。というのが今回の重大発表でした。
なんかね、結構ホーム画面の写真とか結構お気に入りなんですよね。それもちょっと楽しみにしていただきたい。私その合い時の中でこうファンの皆さん同士で交流できる場っていうのもあるので、うん、あの思う存分っていうか、例えばなんか恋です、見た方語りたいですとか、そういうことも多分できると思うので、それは結構新しいっていうか、今まではこうファンの方と私だけのやり取りっていう感じのが多かったんじゃないかなって思うんですけど、それがこう私とプラスそのファンの皆さん同士、その合い時に入ってる皆さん同士でこう話せる場所があるっていうのが、結構そこもまた面白いポイントなんじゃないかなと思っております。聞かもドキドキした。そうですよね。ドラマの裏話も聞きたい。あ、そうですね、なんかそういうのもできたらいいな。でも全然堅苦しくないので、なんでのかな、私自身もなんだろう、もともとユニセックスなブランドが好きだったりとか、そういうのもあって、なんだろう、女性の方が入りやすいとか男性入りにくいとか、その逆とか、そういうのは特にはないと思います。だからそのなんていうのかな、結構あの値段設定とかも結構考えて決めてるので、あの入りやすいんじゃないかなって思います。気軽に入ってほしかったんで。そこはそんななんていうのかな、あの怖がったりとか、うわ大丈夫かなって思う心配は全然ないです。ごめんなさい、入れちゃった。またみんなと話していこう。鋼の女で共演した人と今でも会ったりしてますか？プライベートではなかなか会ってないんですけど、この前あの萩原利久くんと久々に共演しました。全然年とか違ったけど、あの准教授高槻明ので一緒になりました。イベントとかしてほしいねー、したいですね。でもできちゃうんですよね、マネさん。できちゃいますね、これどうしましょう。そうなんです、やろう。もう一度ファンクラブ名見せてください。でもこれ判定しちゃうんだよな。これ。みんな覚えてね。
ない時。カレモも濃いですよ、もう過ぎました。そうなんですよ。いや本当にねびっくりしたんですよ、私も知らなくて、その台本を読むまで。でそのこの役誰がやるんだろうなって思ってたら大友カレ、本当にびっくりしましたね。いや嬉しかったです。ずっとセブンティーン時代から共演したいねとはずっと話してて、でもやっぱ同世代ってのもあってこうなかなかね学園ものとかじゃないと共演する機会がないから、いや本当に嬉しかった。その共演するシーンっていうのはなかったんですけど、でもあのメイク室ですれ違った時があって、もう書き寄りましたね出るかな彼そうそうそう、確かにゆるキャンを見てくださってる方も多いですね。ありがとうございます。ゆるキャンメンバーもね集まれてなくて、もうねそれぞれがめちゃめちゃ頑張ってるからすごく刺激ももらうし、うん、でもなんだろう、本当にゆるキャンの世界みたいに役同士でも本人同士でも何だろう、離れてても大丈夫っていう、何とも言えない言葉にできない安心感っていうか、多分それは絶大な信頼なんですけど、それがあるから何だろう、多分いつ会ってもそのままあの撮影当時のまま話せるから、うん、でもやっぱみんなでプライベートでゆっくり会いたいですね。あ、そうそうそう、青野くんのね、そうそう、恋ですの最終回で、あの青野くんが最後に空ちゃんがキスしてみようかって言って、青野くんがついにこの時がって、あの空ちゃん召し上がれって言うんですけど、あれはあのセリフなんですよ。すごいですよね、本当監督たちのセンスが良すぎる。そうそう、あれね、もともとなかったんですけど、撮影の前日ぐらいにあの新しい台本とかここだけ変わりますっていうのが届いて、そこに追加されてたセリフで、でも結構見た、なんだろう、皆さんのコメントとか見てるとアドリブすごいっていうコメントが多かったんで、それはもうかなた氏のアドリブと思わせる実力があってこそなんで、それはやっぱかなた氏さすがだなって思いました。あのシーン可愛いですよねオレスカのメンバーに会ってたりしますか？あれはそうですね、ゲストで出させてもらってたっていうのもあって、あの
生徒チームとはほぼ関わりなかったんですけど、それこそゆめながオレスカに出てて、でユーキャンあって仲良しって感じです。それぐらいですかね。キャンプね、キャンプ行きたいですね。あ、コンミラ。ありがとうございます。コンミラね。いやなんか毎日もうキャストのみんなが戦友って感じでした。めっちゃ元気。めっちゃ元気な方がいる。あれ発表した。あ、すいません発表しちゃいました。あのちょっとあの。ここに貼っとけばよかった。そうそうそうですよね。今来た方もいらっしゃいますもんね。そう、今来た方に説明すると、12月25日から私のオフィシャルファンクラブを作ることになりまして、その報告ライブです。声が高いんですね。ゆるキャンの時は低めに声出してました。あーそうなのかな、あんまり意識したことなかったけど、なんか楽器やるとどうしてもなんかここら辺にいい意味で力入ってちょっとなんかのぶとくなるかもしれないです。男勝りな性格があるからかな。あ、そう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 、ちょっとあの事務所でやってるんですけど、多分他のタレントさんがいらっしゃいますね。めっちゃ元気よかったですもんね。ありがとうございました。会員証とかあるんですか？カードじゃなくて、アプリ内のデジタル会員証っていうのができます。そうそうそう、会員証ね。なんか私ファンクラブ入ったことなくてわからないんですけど、でもできます、それはご安心ください。ちょっとアプリの名前とかはこの終わってからの投稿で、今日間に合うかな、遅いから明日投稿にしますかね。明日投稿にします。皆さんも寝てほしいんで。明日の何時か、多分日中には言いたいんですけどに、今日発表したことと、あとその詳細とかをまとめてフィード投稿で投稿するので、それ保存してもらって、リマインダーとか設定してもらってもいいですし、まあね、カレンダーに登録してもらってもいいですし。皆さんが見れるようにはするので、それで見てチェックしてもらえたら嬉しいです。
なんか始まりましたね何かが始まっている。アーカイブね、アーカイブ残んないかもです。あ、そうそう、だからインスタライブも多分頻度は分かんないですけど、まああのその相時の方が会いやすいのかなっていうのはありますねうんうんうん、あのインスタライブもやるはやると思うんですけど、うん、そうね、頻度が高いって言ったら会い時の方が増えるんじゃないかな、うん、って感じですねまああの明日明後日の投稿だったりとか解説してからの、その入会ページの、あの言葉も私が作って書いてるので、その言葉とか読んでもらえたら嬉しいです。うわ、そうじゃん、明日呪術廻戦公開日か、うわー、見た、見たいわ、面白いですよね、呪術廻戦見てる方いますか、みんな見てるか、みんなの推しキャラはいます。私あんまりアニメそんなに詳しくないんですけど、私はマキが好きですね。マキとパンダも好きだし、トゲも好きだし、いいですよね。なんかそのサブキャラで個性強いの大好きで、でもあれはもうほぼみんな主人公みたいなとこありますもんね。アニメ好きなの？好きっていうか、ものによるんですけど、不動なのは呪術廻戦とエヴァンゲリオンと攻殻機動隊と、あとサイコパスもちょっと見てたかなですね。それぐらいかな。あ、そう、あとゆるキャンのアニメもあの2が終わってからお正月とか見てました。いやー、かわいかった。っ癒されますね、みんなの、皆さんの声が。もうちょっと質問答えます。なんだっけ、あ、ななみんね、いいですよね、めっちゃ服がおしゃれっていう。行ってみたい国はありますか？最近はあのヨーロッパに住んでる知り合いがいて、その話を聞いてからもうめっきりヨーロッパに行きたいですね。今はなんかちょっと前まではあの大人になってから、今も大人なんだけど、なんていうのかな、もうちょっと20代後半とか30代ぐらいになってから行ったらもっと楽しいんじゃないかなって思ってたんですけど、いやー、今はもう行きたいですね。ドイツは行きたくて、ドイツ、フランス、あとなんかイタリアも四季がはっきりしてるみたいで、それも行ってみたいし、とスウェーデン行きたいです。スウェーデンいいよな。
スウェーデンめっちゃ行きたい。スウェーデンって何語だろう。英語通じるか。フィリピンでの思い出話が聞きたいです。フィリピンはいろいろあるけど、なんだろうな、こうあんまりなんていうんですかね、あの観光地じゃなくて結構なんだろう、割とマニアックなエリアにがロケ地で結構回ってたので、こう普通のなんだろうな観光ツアーとかこう一人旅とかだったら絶対行けないよなっていうような場所がすごい多かったので、だからこそ知れた場所もあったし、うん、見れた景色もあったし、人も本当に優しくて、スタッフさんたちも全員優しいし、あのご一緒させていただいたキャストの皆さんも本当に優しくしてくださって、私英語全然できなくてもう片言だったり多分文法おかしいんですけど、でもそれでもこうちゃんと聞いてくれて、うんうんうんって聞いてくださって、その考えを多分私が理解しやすいように噛み砕いてその優しい英語で話してくださってて、それが本当にあったかくて、なんか知れてよかったなって思いました。行ってよかったなとも思うし、フィリピンじゃなきゃ撮れない絵がたくさんあったから、早くね皆さんの元に届けたいです。マジで見てほしい。そんな感じです。そうね、早くね自由に行きたいですね。なんかこれは全然関係ないけど、なんか前の生活に戻りたいっていう言葉ってよくあるじゃないです か、 なんか私あれは来ないと思ってて、いい意味でね、こうコロナじゃなくても前の生活に戻るとかこう前に戻るってできないし、今は今だからこそいいこともあるし、こう今だから気づけたこと、大切さとか、そういうのがあるから、今までの生活に戻るっていうかは、新しい生活の中で面白いことやっていきたいとか、新しいものを生み出していきたいとか、なんかそっちのマインドの方が好きで、なんか、うん。マスクずっとつけてたりするし、飲食店の方とかもめっちゃ大変な思いしてると思うし、もうそれは私が想像できることではないぐらいきついことだと思うけど、今の私たちにできることだったりとか、それこそテイクアウトガンガン行くとか、めっちゃ注文しようとか、こう自分たちでできることはしっかりやろうとか、なんかそういうのでもっと日本が、日本っていうか自分たちの日常が、うん、なんていうのかな、みんなで作り上げられる世の中になったらいいなとか思ったりしてるんですけどね。
めっちゃ固い話になってしまったんですけど、なんか思っちゃって、でも絶対その方がいいよね。みんな共感してくれてありがとう。まあそんなこと言ってた私は Uber Eats を頼んだことがないのでUber Eats を頼むってなるとめちゃめちゃドキドキするんですけどお、台本はどうやって覚えていますか。想像することですかね。私の場合はでも結構いろんなやり方があると思います。紙に書いて覚える人もいるし、相手のセリフを録音してそれで自分のセリフを言って覚えたりする人もいるし、私は結構その会話とかを小説とか読んでてイメージするじゃないですか、その情景を。そんな感じで想像していくとすんなり入ってくるとかですかね。それはやるか。ニットかわいい、どこのですか。これはですね、フラワーです。かわいいでしょ。あ、髪の毛ついてたこれ、こっちが前でも着れるやつ、私のお気に入りです。自衛官役の時のワッペンとかありますか。ワッペンはないんですけど、その基地に撮影に行った時に重森隊長がみんなの分で何て言うのかな、 MA1 とかについてるここの何て言うんだっけ、レッドタグ、名前ど忘れした、なんていうのかな、よくその基地の飛行機じゃないや、ヘリコプターの、カバーとかについてるもので、これはここは絶対撮ってねっていう、こう赤いタグがあるんですけど、細長いそのストラップがあって、それをメンバー分買ってもらいました。なんでそれがあります。撮影中みんなカバンのどっかしらにつけて撮影行ってました。ほんと楽しかったな。あ、そうそうそう、なんかね、赤いなんて書いたっけな、私のにはレスキューだったかも、赤にこう白い英語が書いてあるこういうタグ、MA1 のこことかここについてるやつ。あ、そう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 、やばい、もうあと、そっか、あと4分ですよね。早っ、あっという間や。
DM って読んでますか？読んでますよ読んでますよあの既読はごめんなさいつけれないんですけど、返信もちょっとできないんですけど、読んでます。ありがとうございます。皆さん感想とか送っていただいて本当に嬉しい。そうやって大切に書いてくださるの。次は何出ますか？いやー楽しみにしててください。今ね準備段階なんですけど、いやー本当に多分想像つかないです、いい意味でね。そうですね、もう少ししたらお知らせできるかな、できないかな、もうちょっと先かな。楽しみに待っててください。ファンレターも読みますか？送ってくださったら読ませていただきます。手紙ってやっぱ嬉しいよな。いやーどうでしたか今日の重大発表。私的には結構ドキドキだったんですけど、また明日改めて投稿するので、それをぜひぜひチェックしてください。よろしくお願いします。あの何日までに入らなきゃいけないとかそういうのはないので、気軽にです。11時半か。じゃあそろそろ終わりにします。いいクリス…あ、そっかクリスマスイブ明日だもんね。じゃあもうちょっとだなでもいいクリスマスをみんなお過ごしください。すごい11時半なのに720人来ていただいてありがとうございました。またお会いしましょう。オッケー。みんなも気をつけて、あ、体あったかくして冬を乗り切りましょう。じゃあまた。ありがとうございました。バイバーイ。